ライト前進、ライト前進、ライト前進、その前に落ちました。バッターランナーは一塁回ったところでここはストップです。ヒルマにプロ初ヒットが出ています。昨日1軍初昇格を受けて今日が2試合目のスタメン起用、その中でプロ初ヒット、ボール返ってきました。本人もそうですけどベンチ嬉しそうですね。いやそうですね、やっと出ましたね。でも杉田にどうするか、速いボール打ち上げてライトバック、ライトバック、ライトバックしてフェンスいっぱいは越えていったか。ヒルマのキャリア初めてのホームラン、先輩の早川から打ちました。先輩後輩対決は後輩ヒルマに軍配、ライオンズ3点先制です。フルカウントの勝負になりましたが最後はライト方向を高々と持ってきました。ベンチメンバーの対応がいいですよね。さあ初球です、ストレート、あー抜けていった。140初ホームランと着実に来て、昨日今日はしっかりとヒット。ピッチャーがしはセンターに抜けます。これもうまく逆方向に持っていく、速いボールを捉えた、抜いた、本拠地風間タブレヒト、距離もう一人回って勝ち越し、詰まりながらセンターの前はダイビングが取れない、セカンドには行かない。それを見ながらの判断だと思いますね。センターへこれは抜けていきました。ピッチャー返しはセンターへ、サンドランナー、そしてセカンドランナー、同点のランナーも帰ってきて、タッチはセンター。ヒルマのタイムリー、ライオンズ同点に追いつきました。石井監督出て今リクエストです。4対4になりました。追い込まれていましたけれども、昼間ピッチャー返しのバッティングでした。1番あるいは3番タイプという昼間、左右間です。面白いところ、ダイヤはしっかりそこクレアスクが投げましたが、その後はその後から昼間が代打で起用されて今日初安打です。入荷のゴロ、グラブ当たりました。フェイントを味方ベンチにかけましたライトに運んでいきました。昼間今日2安打、そしてスライダー引っ張った、高く上がっている、打球はブルペンに飛び込みました。ホームランです。同点のスリーラン、ルーキーの昼間スライダーを捉えました。いやー、ね、今スライダー抜けました。いいですよね。セカンドの上を越えていきました。昼間のタイムリー、1人帰ってくる、2人目も帰ってきます。8対2、昨日はホームラン、今日はやっぱり左です。はい、左、ここを注意したいですよね。やっぱこのさ、昼間初球、ここもスライダーですかね。ヒルマ、この回の先頭バッターヒットで出ます。しかも2塁を狙うツーベースヒットになりました。打球はセンターの前、ヒルマがセンター前ヒットです。ウォーターから入りましたけども、セカンドの左です、小深田、これはボール落ちました。記録はヒットと出ました。さあそして1番のヒルマ、それも詰まりながらセカンドの後方、越えた、このタイムになります。2ランナーもちろん帰ってきます。2点目が入ります。ヒルマがつなぎました。ツーアウトランナーなしからなんと2点の先制。フォアボールは挟みながらということになりますが、3本のヒットをこの回打っています。あの、ね、はい、非常にこう甘いボールですけど、はい、ボールが長く見れるんで、はい、いいと思います ね。ここはサードゴロになりました。ランナーと競争はセーフ。
ライト線へ持っていきました。一塁ランナー二塁蹴って三塁へ打ったバッター平は一塁ストップ。これは今シーズンまで勝ち越しがありません。一塁二塁間抜けていきました。二球目を捉えていきました。逆方向ヒットになりました。三塁ランナーが今ホームに帰ってきました。ライオンズが勝ち越し。昼間に勝ち越しのタイムリーが生まれています。2対1この6回の表ライオンズが勝ち越しに成功しました。今高めのボール球どうですか。逆方向に持っていきました。昼間チーム今日10本目のヒットが勝ち越しのタイムリーということになりました。詰まったがライトの前に落ちました。打線1番の昼間レフト線入ったフェアだ。昼間はストップストップストップ戻ります。2塁までは行きませんでした。はい、いい当たりライトの前で弾んでいます。ピッチャーのグラブを抜けてショートバックアップちょっと1塁送球時間がかかりました。その分まあ拾った。さあそしてファーストランナーは3塁に向かいます。一塁三塁チャンスを広げました。昼間こうやってこう器用さがあるんですよ。やっぱり、ね、左バッター特有の打ち方ですよ ね, すよね。少し泳がされていても、はい、しっかりヘッドも残ってますしね、はい、なんかこういう反則というか初球打った一塁に間昼間が三遊間破っていきます。ツーアウトから三遊間破っていきました。左中間の当たりはヒットになりました。昼間は二塁に向かいます。ツーアウトから昼間にヒット長打が出ました。同点のランナーが出ました。ツーアウトから松井ヒットを許しました。外目の球でした。はい、球の、ね、威力はあったんですけど、レフトの左はヒットになった。同じボールですか。はい、フェンスまで行きます。セカンドランナー三塁バットホームに帰ってきました。打った昼間二塁に行きました。タイムリーツーベースヒット2対0になります。ここは追っつけて逆方向のバッティングでした。これまであまり同じ球種を続けてっていうのはなかったんでね。そうですね、うん、いいピッチャーだと少しこう開きが早くなるので、はい、センターの押3番球の人逆方向へ送ってきました。またチャンスを拡大です。声かけてくださいって言ってくれたまっすぐ捉える逆方向結構伸びるぞ。レフト地を越えた越えた。今の打球は2塁へ向かいます。ヒルバ2塁へツーベースヒット逆方向へ。ヒルバ2安打です。レフトおセンターへ飛んでいく先頭バッターライドオンズ。あっとこれはレフト線俊足の源田三塁回ります。送球もそれるライオンズついに均衡を破って1点を先制1対0。3番の蛭間レフト線にタイムリーツーベースヒットを放ちました。阿部打たれました。山崎さんも中盤おっしゃっていた怖いのは長打その1本が出ましたね。三歩差としています。ランナースタート打っていきました。詰まった当たりレフト前進レフトの前に落ちました。二塁三塁また昼間初球打ちライトの前ランナー一人帰ってきました。二回の表ライオンズ2点目。高いバウンドセカンドかショートかショート奈良間これはさすがにアウトにできない。なんかこう出ている感じしますね。低めを引っ張ったぞ一人さランナーは三塁へ遠ざき
二塁三塁有原からツーベースを放った。かなり出ました。一二塁間破りました。セカンドランナー佐藤龍生は三塁ストップ。万波返球ストライク。まあこれね、ショートの右抜けていきました。センターへのヒット。この回もライオンズワンアウトからランナーが出ます。コースで逆らわないバッティングでした。はい、まあ、ミートうまいですよね。